不動産経済研究所が発表した4月の首都圏のマンション発売は4211戸で、去年4月の2318戸から 81.7% の増加でした。東日本大震災の影響で大幅に落ち込んだ去年の反動に加え、東京の多摩ニュータウンや横浜プリンスホテルの跡地など総戸数が1200戸を超える超大型マンションの販売が始まったため大幅に伸びました。契約率は 81.8% で、震災前の去年2月以来1年2ヶ月ぶりに 80% を超えました。不動産経済研究所は今後も堅調な売れ行きが続くと見ていますが、長期的には消費税増税が大きな懸念材料になるとしています。